シカゴ山中商会は、アメリカ合衆国シカゴに存在した大阪市の美術商山中商会の支店。アメリカでは、ニューヨーク山中商会、ボストン山中商会に次いで3点目。山中商会最盛期の1928年、ノースミシガンアベニュー846番地に開店した。同地は、マグニフィセントマイルと呼ばれる高級ブティック街で、同じビルには高級百貨店。 サックス・フィフス・アベニューも入居していた。1936年イリノイ州法により、株式会社に改組した。1941年夏、日米関係の悪化に伴い、店長、下妻豊吉が、大阪本社での重役会議出席のため、帰国したところ、7月21日日本の普通院新中を受けて、在米日本資産等決令が出され、日本への資産の移動、 商品の仕入れ等が不可能となった。下妻豊吉もアメリカに戻れなくなり、長井久志さんが店長に代わった。8月12日大阪本社では、ボストン、シカゴ店をニューヨーク店に一本化することが決議され、アメリカ側で対応を検討中、12月7日、真珠湾攻撃が勃発し、即日財務省の管理下に置かれ閉店した。 1942年2月立ちの帰セールを行うと人が殺到し、1週間の売り上げが17,500ドルに達したという、6月16日敵国資産管理人局の支配に移り、同局からチャールズ・アル・ギルが派遣され、後にロバート・エスネイヤーが変わった。資産の生産後、1944年3月末、閉店し、残りの在庫の打ち価値の高いものは、 ニューヨーク店に送られ、残りはメイシーズ百貨店に渡った。1945年7月16日法人の解散届が提出されたが、固定資産税の訴訟のため受理されず、1946年以降に受領されたと思われる。戦後、シカゴでは長井久志さんが個人で美術賞を続けた。ありがとうございます。